合体オーラドルチのズコットズコット、ズッコットとは、イタリアのトスカーナ地方の都市フィレンツェで、ルネサンス期に誕生した丸いドーム型のセミフレッドを用いたケーキである。名称は15から16世紀の兵士のドーム型金属製、カブト、ズッコット、またはカトリック教会の聖職者の半球系ズキンカロッタのトスカーナ族語での別名、ズッケットに由来。ズッコット。 ズッケとは、どちらとも、ズッカから派生した語である。16世紀中頃フィレンツェで、建築家、彫刻家、画家、軍事技術者、演劇デザイナーであったベルナルド・ブオンタレンティが、メディチケのために創作したとされている。ブオンタレンティは、氷に小石を加える、食品冷凍技術の発明者としても知られる。半球形の形は敬愛するフィリッポ・ブルネレスキの、 代表作でありフィレンツェの象徴であるサンタマリアデルフィオーレ大聖堂のクーポラへのオマージュとも言われる。フランスのオルレアンコアンリに嫁いだメディチ家のカテリーナデメディチが菓子職人と共にセミフレッドをフランスに持ち込んだと言われ、現代のアイスクリームの原型の一つとされる。現代のアイスクリームとの違いはクリームに鶏卵を含まず乳製品主体であることである。 ズッコットは長く忘れられていたが、1950年代に、フィレンツェの老舗用菓子店シエニが16世紀のレシピを復元し、復活させた。フィレンツェのリストランテやトラットリアのデザートメニューとしても登場するが、ティラミスやパンナコッタなどに比べ製法が複雑で時間がかかることから自家製である場合は少なく、また家庭で作られることも比較的稀である。 製法は、オーブンで、パンディスパーニャを焼き、体状に切り分け、半球形の型の内側にパンディスパーニャの表面の、焼き色を、クーポラのあばらに見立て放射状に敷き並べる。パンディスパーニャにビンサントなど、主精強化ワインやアマレット、サンブーカ、ベネディクティン、フランボワーズ、グラン、マルニエなどリキュールを染み込ませ、細かく刻んだヘーゼルナッツやアーモンドなど、種ざね類。 果物の砂糖漬けや刻んだチョコレートを入れた生クリーム、甘みをつけた、リコッタチーズ、ヨーグルトチーズなどを詰め、パンディスパーニャで蓋をして冷凍庫などで凍らせる。型から取り出し、室温で、セミフレッドに戻し切り分けて強する。粉砂糖、ココアパウダー、溶かした、チョコレートなどで表面を飾る場合もある。本来のセミフレッドのズコットとは別に、イタリアのジェラート店には、 スポンジ生地に卵白を含むジェラートを詰めた、ズコッとジェラートを置いているところもある。ありがとうございます。